早速角煮が来まして、エビパイナップルマヨネーズの炒め物、空心菜だと思うんですけど、やばい、酔っ払ってる。14時39分、新家に来ました。予約も取ってないし、ダメ元なんですけど、食べられますように。カニおこわ食べたい。取り乱しちゃう。お願いします。入れますように、入れますように。なんか入れそうだぞ。あ、大丈夫、大丈夫。やった、よかった。あ、しかも空いてる。はい、メニューもちゃんと日本語が書いてあります。いいね、いいね。あ、これですよ、これ。カニおこわ1000。食べたかったんだ。みんなで分けましょう。まあ、あとじゃあメニュー見てください。僕はカニおこわがあればあともう何でもいいんで。料理の前にウーロン茶持ってきてくれたんですけど、皆さん見てください。ポットってだけじゃなくて下で火がついてて、熱々のお茶をずっと飲めるようになってます。18日、生ビール、初日から探してたもん、はい、メニューに載ってなかったんですけど、18点ビールあるって言ったら出してくれました。よかった、お疲れ様でした。乾杯。翔くんも乾杯。あー、うまい。わー、確認来ちゃった。タイミング。ビールの感想を言う前に。爽やかな酸味がね、多くて美味しいね。美味しいでしょう。これがこれが18点。ね。すっきりしてるんですね。うん。そして乾杯してる時に早速角煮が来まして、これね、僕前回食べてるから別のものを頼むべきだったんですけど、でも角煮の魔力に勝てなかった。まあ食べて本当に。じゃあビールと、ビールと角煮でしょ。ねえ、すごいね。おお、うん、うわうわうわ、すごいね。くるんくるん。あ、いろいろ来ちゃった。あ、箸袋から出してくれた。シェ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 。やばいよ。まあ見て、あのエビパイナップルマヨネーズの炒め物、夜市で食べたけど、エビがこんな立派じゃなかった。見た目も含めてちゃんと仕上げてるっていうか、芸術品みたいな。でこっちは多分空心菜だと思うんですけど、これもボリュームあるしいい香りに仕上がってる。まあ、これもハーモニー感ありますね。はい、じゃあどうしよう、食レポ追いつかないけど、まあ、頑張る。いただきます。僕まだ心構えできてないんで、食べちゃって、もうよだれが出て、あ、プリッとしたところから食べちゃう。あ、おいしい。海太郎くんはまだためがある。でもそうなるよね。なんか気が利いたこと言いたくなるようなプレッシャーあるよね、これ。やべ、緊張する。肉の旨味ってこんなだったっけ。進化したような、すごいね、旨味がドーンとくるよね。いい豚をいい調理してポテンシャル最大限引き出してるみたいなね。そんな感じ。ねえな。いやー、角煮の脂すごい。これも続けて。やばい。エビの表面のパリパリ感と爽やかな甘さが今まで経験したことないです。こんなエビ料理あったんだって感じ。おいしい。毎日食べたいこれ。これどうにかして日常生活で体験したいよね。いやもう、たまに食べるからのね。食べるから美味しい。このだからこそこの台北に来て、新家に来て、まあそこに価値があるっていうか。すごいな。せっかくいいこと喋ってるんで。職務を忘れてしまうほどやっぱり夢中にさせる美味しさっていう。シェシェ。気持ちいい。気持ちいい。
ビールもうめえな、やたらうめえな、これね、爽やかよ、うん、もうどんどん接触が進む、おねだりして、うん、ありがとうございます。宣伝されてますね、うん、あ、うん、そう、宣伝ですね、うん、本当に、うん、細部に魂が宿るみたいなのを多分僕らが気づいてないところまでいろいろね、やってますよね。いやうまいな、買いたくなくなっちゃう。ニオコは写真、写真もちろん撮ります。おあ、そっち向けてくれた。うわすごいね、まんま、まんま入ってるの。酔っ払ってる無職さん。赤いよ、赤いよ、髪と一緒に赤いよ。はい、あ、ちょっと待って、水が正解なので、ジョン君もかわいい、うん、ジョン君、え、取り分けてくれるの。あ、お茶飲む、うん、香り香るね、うん、というわけでカニおこわです。もう説明はいらないのか、言葉はもういらないのか。シネマティック撮影とかしなくていいですよね。早く食わせろ。いただきます。あ、夢にまで見た。あ、でもこれすごいね、カニ、盛り盛りだ。ああ、ご飯がすごい美味しい何かでコーティングされてて、食べたことない、これすごいよ。やべえわ、美味しい、淡白ですね。感想、ちょっとまだカニ部分がそんなに味わえてない、ね、ご飯もうまいじゃないですか、取り乱しなさいよ。あ、うん、美味しい。うん、美味しい。カニ味噌と一緒でまた美味しい。カニ味噌と一緒に食うと本当に美味しい。え、マジで、うん、え、カニ味噌あるのかな、これ。カニ味噌と食うと全然違うな。カニ味噌少ないよ、僕の。主役なんですよ、一応。いや、今ね、すごい少量のカニ味噌と食べたんだけど。少量のカニ味噌です。ちょっと待ってよ。おー、カニ味噌出てきた。え、少量でいいの？少量で、鼻に抜けるような。ご飯と一緒に？なんだこれは。ね、やばい、これこんな香りは経験したことがない。このカニ味噌が宝石にすら思える。すごいね、こんなことなるんだね。なんかすごいブースト、お米がブーストされる感じがするよ、うん、です、うん、でかいパーツが取れたんで、ちょっと、うん、カニを感じながら、あ、うん、あ、あ、取れた、分かる、おお。僕の知ってる地球と違う何かがここにありました。パラレルワールドだ。みんなよく聞け。こんなに満足だけど、おかわりあるんだぞ。宣言ちょっとしたから4500円ぐらいするけど、これは経験としては全然あり。3人で1人1500円ぐらいですね。このカニおこわにしては。サービスでスイーツいただきました。多分わらび餅的なやつですので、はい、どうぞどうぞ。ごちそうさまでしたって感想を言う前にもうタクシー来ちゃったんで乗ります。ニハオ。改めてなんですけど、ごちそうさまでした。本当美味しかった。最高の締めでしたね、え、みんな最高だった。イエーイ、新イエーイ。今ドライバーさんが新栄は牡蠣オムレツが美味しいよって教えてくれました。これ行天宮だな、多分1月よって、この近くで占いしてもらってます。やっぱ街中の空港楽だな。わあ、あっという間であり、すごく前にも感じる松山空港到着。シェシェ。16時13分完璧な時間で台北松山空港を戻ってきました。でフライトまで2時間ぐらいなので、余裕を持ってチェックインして、あとお土産物探してって感じですね。なんか珍しく何のアクシデントもなく順調に進んでる。ゆとりがあるし、チャイナエアラインはなんとなくあっちかな。
チャイナエアライン、ここですね。キロはお土産で預け荷物あるのでカウンター並びます。チェックイン手続きは順調に終わったんですけど、飛行機1時間遅れっていうこともあってだいぶ余裕ができたので、空港内でお土産物屋さん巡りします。はい、レッツゴー。こちらはお店に全面的に出してますね。台湾土産といえばパイナップルケーキが定番なんですけど、最近はこのタロイモの菓子が、最近というか5年ぐらい前からかな、かなりいい感じになってきてます。ちょっと安くないですか？パイナップルケーキちょっと高くなかったですか？ブランドもんですか？え、あのさっきと比べてってことですか？あ、値段違うに決まってるじゃないですか。パイナップルケーキ、あれ絶対高いやつですよね。あ、そうですよ。高いやつだ。え、はい、お菓子1個買って1個食べる。あ、そうそう、1個。へえ、メーカーを買ってすぐ食べるのはうまいか。まだ食べてないので何とも。わあ、美味しそう。2階に上がってきました。ここなんか空港とは思えないいい雰囲気のおしゃれフードコートがあって、売店もあります。弁当も売ってるのかな。モスバーガーもある。1階に降りてきまして、あっち側のお土産物屋さんも探しに行きましょう。さっきとは違う側の2階に上がってきました。こっちはお土産物屋さん多いですね。何見てんの？靴下ですか。あ、かわいい。買っちゃいなよ。何買ったの？見せて見せて。小籠包、かわいい。シェシェ。はい、行きましょう。で、買ってから気づいたんですけど、僕たち 3,4 時間前にすっごいアイスクリーム食べてたよねって。マンゴー食べたかった、ね、そうそうね、マンゴーまだだからね。おいしい。冷たくて香りと味がマンゴー、いいっすね。優雅な最終日。見せて見せて。これだ。あ、かっこいい。音も出る。へえ、すごい。サイズがそんなに買う予定だったんですか？1個にするつもりで2個買っちゃってます。え、でも4個ぐらいありません？あ、相当のでっかいやつ。あー、でかい箱。ヤンが安いってのも買っちゃいました。ふと思ったんですけど、僕が煽らなくても結構店員さんの推しに弱いタイプなんじゃないですか？割と勢いで行きます。で、その量だとチェックイン前に買うべきだったんじゃないかっていう。機内持ち込み怪しいですよ。ちょっと怪しくなりました。まあ大丈夫ですけどね。なんとかなるんじゃない。すごい、1階の遠いところのお店なのにお釣り間違ってたって言って探して返しに来てくれた。そういうことですよね。はい、見つかるかどうかも分かんないのに探してくれるなんて。ありがたいですね。まったり休んでるんですけど、フライトまで1時間ぐらいになったし、そろそろ先進みます。保安検査と出国手続き通過しました。空いてたので待ち時間ゼロだったし、すぐ着いちゃった。ちょっと拍子抜け。出国後のところは可愛いロボットがいて、あとは免税店ですね。あとはちょっとカジュアルなお土産物屋さんもあったので、僕もまだ現金余ってるし、なんかいいものないか探してみます。お菓子がいっぱいある。18時40分飛行機乗ります。座席指定しなかったんですけど、運よくバルクヘッドシートでした。足元超広ビジネスクラスいいな、ね、いいね。22時56分羽田空港帰着です。23時39分手続き終えて入国です。それにしてもコロナ後こんなに混んでたの初めてだな。入国審査も税関もかなり並びました。でもそれは海外旅行客が増えて活気が戻って良かったことでもあります。そんな感じで無職旅タイチュン編無事に完了です。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。すげえあっさり。ご視聴ありがとうございました。総集編もよろしくお願いします。